定食チェーン大戸屋では1月3日水曜日から期間限定で春の七創造水293円定食は108円増しで変更価を販売している。春の七草雑炊は、刻んだ七草と白米を昆布だしで炊いて、だしと醤油ベースの餡を合わせた優しい味わいに仕上げた一品。七草は、茨城県下田ファームの契約農園で生産したものを使用している。正月疲れが出始めた胃腸の回復にちょうど良い七草粥。新年の無病息災を願い、家族の幸せを願う、心も体も温めてくれる行事食だ。不足しがちなビタミンの含まれた青菜を補給するという意味もある。この七草がゆに込められた思いを反映した雑炊になっている。七草は、早春に一番に芽吹くことから邪気を払うと言われる。セリには、鉄分が多く、ナズナは熱を下げる効果などがある。ハコベラは、タンパク質を比較的多く含んでおり、ミネラルなども豊富なため、薬草として親しまれてきた。スズナ、スズシロには、消化を促進する効果があるジアスターゼが含まれている。